皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日はこちら、じゃーん、 iPhone XS Max と普通のやつです。お前なんかいきなりこんなもの買ってんのみたいなね、思われると思うんですけども、買ってしまいました。以前私はスマートフォン紹介した動画がギャラクシーノート9だったと思うんですよ。で、じゃあなんでお前それ買ったのに買ったんだっていうことなんですけども、不具合が多かった。結構困りましたね。私が嫌だなって思ったのが、やっぱ YouTuber ってそのライブ配信とか、あとカメラをよく使うと思うんですよ、スマートフォンをね。ただライブ配信で勝手にシャットダウンしてしまうみたいなことが何回かあったんですね。で、他のその私の知り合いにギャラクシーノート9同じの持ってる方いたんで、え、そっちはどうみたいに聞いたら、同じだって。二つ目がカメラの、こうやって風景を全体映したい時にスライドするわけじゃないですか。その時にカクン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 ってなるんですよ。多分このギャラクシーの中で手ブレとかを抑えようと、AI が頑張ってると思うんですけども、それが変な風に作動しちゃうんですよね。あとサムネイル設定もライブ配信じゃないと基本できないんですよ、スマホでやるときはね。それもなんかサムネイル設定されてないじゃんっていう風になったり、それが困ってました。なんでこれですよ。じゃあなんで2つも必要なのっていうことなんですけども、仕事用と YouTube 用とプライベート用。そこで今回私が皆さんに何を伝えられるかっていうと、多分悩まれてる方が、その XS のサイズか XS Max のサイズどっちがいいのっていうことを結構みんな気にすると思うんですよ。それをしばらく使ってみた私の個人的な感想を踏まえて本日お話ししていきます。まずこちらちょっとデザイン見ていきましょうか。どうでしょう、こうキラーンって、綺麗でしょ。でサイド、やばい、汚いのがバレる。まあいいや、綺麗だね。いいね。見ての通りこんな感じに結構サイズに差があります。多分女性の方は XS の方がいいよってなると思うんですよ。で、私が使った感じだと XS Max は電車とか中で使うんだったら結構厳しいかなって思いましたね。もう片手でこうつけますよね。こうここまでしか届かないんですよ。なんか瀬戸さんの動画流れた。これが XS の方、ホールド感があるんですよ。片手でしか使えない状況の時はもうこっちの方が全然安心感があって、で実際今私がどっちを仕事用で使ってるかというと、実はちょっと欲張りに XS Max を使っちゃってるんですよね。最初買う前は画面大きいし、プライベートで YouTube 見るときとかもう最高じゃんみたいな、この中に音楽とかガンガン入れて動画もいっぱい見たいなみたいな、それで私はこの XS Max を使ってるんですけども、普段あんまり家にいることがないし、別にカフェに入り浸るってこともないから、じゃあ外で使うってなると結構きつい。これは両手使い前提の方に特化したスマートフォンじゃないのかなって。だから両手だってもこうやってピコピコできますからね。これすごい便利ですよ。私はこの XS Max が向いてるなって思う方は、例えばポッケに携帯を入れない方、あとは両手使い、あとこれまだ、iPad とかそういうタブレット類を持ってない方だったら、むしろこれはあってもいいんじゃないかなって思いました。すごい大きいんで、それは大満足だと思います。 iPad mini と縦幅基本変わんないですからね。あと性能に関しては基本的に同じです。結論を話します。私がしばらく iPhone XS Max と XS を使って、これからメイン端末にしたいなって思う機種は、ドゥルル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 ルっていうのがすごい私にとって何がいいかっていうと、撮影の時に自分のこのピントが合ってるか確認できるんですよ。私目悪すぎて、今この1メーターぐらい離れてる距離に今一眼レフを置いてんですけども、実は私自分のモニターのピント合ってるかどうか見えてないんですよ。だから
そのマニュアルフォーカスにしてですね、もうここの距離でしかピント合わせませんよって、前みたいにオートフォーカスしてもうずっとなんかボケな感じでやったらまた視聴者に怒られちゃうからそうしてます。でここからちょっと、補足なんですけども、 TS は、まあ、確かに電池持ちは結構いいんですけども、私はねこれでも足りないんですよ。やばいでしょ、もうおいどんだけスマホ依存症なんだって。違うよ、仕事ですからね。ということで今回私が、新しく導入した、スマートフォンケース、こちらでございます。この後ろがボコってなってるの見覚えあると思うんですけども、実はこれバッテリーケースでございます。多分 1300mAh ぐらいなんですよね。あの iPhone XS とかが確か 3000mAh いかないぐらいだから、約その iPhone XS の半分ぐらいをこっちでまたプラスできるっていう結構優れものなんですよ。結構いいですよね。端子がここについてます。でこれをはめるとどうなるか、ちょっと見ていきましょう。この iPhone XS をここにスッと滑り込ませーの、ほい、はい入った。お、ほら勝手に充電されるんですよ。これ常になんか給電っていう感じで思っていただいた方がいいんですけども、バッテリーが減るのがだいぶゆったりっていうか、これいいんですよ。結構重たいですけどね。ただ私がいいなって思ったのがここの後ろの出っ張りがあることで、こうここがね引っかかるんですよ。だから落ちにくいの、逆に。やべ、これ本名載ってんじゃん。え、どうしよう、これ本名載ってる。こんな感じに電池残量がなんか2個になるんですよね。で最初に削られていくのがバッテリーケースの方なんですよ。私が使って今のところ、朝、早朝から家を出て夜家に帰ってくる頃にはこの本体の方が40から60ぐらいの間で収まってることが多いです。そう考えてやばくないですか。だって一日中使ってこの本体のところが40、60残ってるんですよ。これはもう手放せないぐらい便利になってます。でピントをこっち戻して、これやばいな、瀬戸さんってこうやってやってるらしいですね。なかなか苦手なガジェットレビューをやったんですけども、いかがだったでしょうか。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木かなの秘密箱は画面の下にありますので、そちらもチャンネル登録してね。また次の動画でお会いしましょう。どうでしょうか、この背景ボケ。単焦点レンズを初めてこの家撮りで使いました。このレンズを買ったよって動画の時は実家で撮ってたんで、だいぶ写りが変わったと思うんですけども、なんか肌の質感とかも綺麗に写してくれるみたいで、それが私がすごいお気に入りの部分ですかね。そう、店員さんにね、もう私今 GH5 使ってて、 GH5 はやっぱりパナソニックっていうメーカーが出てるから、パナソニックのメーカーのレンズを使った方がいいですよねみたいなことを店員に聞いたら、いやそんなこと別にないですよみたいな言われて、へっって、え、じゃあ何がいいんですかって言ったら、このオリンパスから出ているこのレンズがもう本当にすごい良くて、パナソニック出てる広角やつだと、あ、広角じゃなくて単焦点レンズだと、同じこの手の距離持っても画角っていうこの映る範囲が狭いからこんぐらいになっちゃうんですよ。だから常にアップでお客さんがなんか映ることになるから、そうなると自撮り棒を持って一眼レフにこうやって、重たいですけどもこうやってやってる方が多いんですよねって。でそこを解決してくれるのはこのオリンパスの、ちょっと3万円ぐらい値段上がるんですけども、オリンパスのこのレンズは画角も広く撮れるし、すごいボケるっていうか、お客さんにはそっちも向いてんじゃないですかねって言われて、マジと思って、だってレンズに8万円って頭おかしいでしょって私は思ったんですよ。ただ周りのこのカメラ大好きな人たちからしたら、いや8万は別に、いやいやまだ入門でしょみたいなこと言って、まあ結構ね清水の舞台を飛び降りるつもりで買ったんで、いい仕事してよ本当に、頼むよ。ということで今回はこんな辺で終わります。ボーナストラックも、ね、たまにぶち込んでいこうと思いますんで、また見てください。まったねー。Thank you.
いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下。